皆さん、こんにちは。今回は現在高校3年生で、来年には大学進学を控えている秋篠宮家の長男、悠仁様についてお話ししていきます。今月9月6日に18歳となられた悠仁様は、余すところ半年となった高校生活を満喫なさっています。悠仁様は日本屈指の名門校として知られる筑波大学附属高校に通っておられます。宮内庁担当記者は、8月22日に行われた秋篠宮家の側近トップである皇嗣職大夫の会見では、最近の悠仁様のご様子について、勉学を中心に元気にお過ごしになっているとの言及がありました。お誕生日後の9月7日から2日間は、通学されている筑波大附属高校で文化祭、党員祭が催され、悠仁様も参加されましたと話していました。3年生の悠仁様にとって高校生活最後となる文化祭です。悠仁様のクラスはピザ屋を出店し、卒業生や生徒の家族など来訪者でにぎわう初日には、秋篠宮ご夫妻も来場し、息子の青春を見守りました。2日目の党員祭も終わりに近づいた9月8日の夕方、高校の前庭に設置されたステージでは、ダンス部によるパフォーマンスが生徒たちを盛り上げていました。マイクを手にした女子生徒が、カーリー・レイ・ジェクセンのヒット曲Call Me Maybe をバックにリズムを口ずさむ様子や、舞台上ではダンス部の生徒たちがゆっくりとダンスのお手本を見せて、観客のみんなも一緒に踊るように呼びかけるなど、文化祭らしい賑やかな様子だったそうです。来場客などによると、ステージを見ていた悠仁様もダンス部のマイクに合わせて腕を上げ、左右の手を回し、両手を振って練習する様子もあったそうです。 Call Me Maybe が流れると、ダンス部の生徒たちがステージで熱のこもった踊りを披露。会場は在校生たちの手拍子と、椅子に座っていた悠仁様もお友達と一緒に立ち上がり、ジャンプする様子もあったといいます。お友達と高校生活の最後となる党員祭を存分に楽しむ18歳の悠仁様の様子がうかがえました。最終日の悠仁様は、背中に悠仁01のロゴがプリントされた白い T シャツを着用していました。党員祭ではクラスごとに作成したオリジナル T シャツがあり、背中には命名が名前や好きな言葉などをプリントしています。悠仁様が所属するクラスは、手作り窯で焼きたてのピザを提供するピッツァスモールワールドの模擬店を前提に出店しました。2日目には悠仁様のクラスのピザ屋さんは13時台には売り切れとなり、生徒たちはそれぞれ他のクラスの催し物を楽しみに校内に散っていったそうです。悠仁様はお友達の男子生徒と一緒にワッフルの模擬店の列に並び入店しました。居合わせた来場者によると、男子生徒と2人で席に座った後、ホイップクリームが添えられたワッフルを手に模擬店から出てきたといいます。その後向かったのは、体育館の地下で開催される校内の軽音団体による党員フェス軽音ライブの地下会場です。両日とも悠仁様のクラスのピザの模擬店が売り切れになった後は、テント下や木陰で食べ物をつまみながらリラックスした様子でお友達と談笑する様子もあったということです。文化祭2日目の閉場後に人気投票の結果が発表された。党員グランプリ、悠仁様たちのクラスのピザ店は残念ながら受賞を逃したようですが、貴重な青春の一コマとなったに違いないでしょう。宴の閉幕とともに、3年生はいよいよ受験モードへと突入していくといいます。悠仁様の進学先としては、現段階で東京大学をはじめ筑波大学、さらにご関心分野から東京農業大学などの名も挙がっています。皇室ジャーナリストは、とりわけ紀子様が強く望まれているのが東大です。目下悠仁様は学校推薦型選抜を用いて農学部を受験されると見られていますと明かしています。その農学部の募集要項などによれば、受験生に対して研究成果あるいは論文、活動実績などの資料、各種コンテスト参加者はその成績、
のうち少なくとも一つの提出が求められています。悠仁さまは先月8月25日から京都で開かれた第27回国際昆虫学会議ね、皇居のトンボ賞についての研究発表をポスター形式でなさいました。この論文は国立科学博物館の清拓也研究主幹、そして元農業食品産業技術総合研究機構の研究員で、現在は宮内庁職員として秋篠宮家をお支えしている飯島健氏らとの共著となっていますと宮内庁担当記者は語りました。8月25日の開会式には秋篠宮ご夫妻が出席され、悠仁さまは事務局である組織委員会の招きで私的に参加されました。翌26日には代表研究者として清氏が発表を行いました。さらに担当記者は続けて研究中の悠仁さまについて、清氏はお若いので体力が有り余っておられる、あちらの池の方がトンボが面白そうだから見てきますと走って行かれるなど、精力的に取り組まれていたご様子を紹介していましたと話していました。このように昆虫学者のオリンピックと称される大舞台で堂々の学会デビューを果たされた悠仁さま、これに先立ち昨週には幼少期からのトンボ愛の集大成ともいえる25ページにわたる論文を清氏飯島両氏とともに発表されていたのです。しかしこの論文で約8箇所の訂正を受けたといいます。皇室ジャーナリストによると、悠仁さまは2012年から10年にわたりお住まいのある赤坂御用地内のトンボをつぶさに観察なさってきました。2022年春に悠仁さまと面会した清氏はその知識量に驚愕し、論文にまとめることを勧めたといいます。そして稲の専門家で宮廷では悠仁さまの家庭教師でもある飯島氏も加わり、赤坂御用地のトンボ賞、多様な環境と人の手による維持管理という論文を執筆。2023年11月22日には国立科学博物館の刊行する研究報告 A 類動物学に掲載されたのですということでした。論文内容によれば絶滅危惧種を含む8か38種のトンボが確認されたといい、それぞれに考察が加えられていました。悠仁さまは研究への貢献度により筆頭著者となられたといいます。ところがそこに不測の事態が起きていたのです。国立科学博物館のホームページによれば、その論文に正誤評が付けられたのが8月22日です。その内訳は、観察されたオスのオツネントンボとあるものが実際はメスだったり、観察地点である池の写真キャプションが誤っていたり、さらには塩辛トンボの学名のスペルミスなど初歩的なミスも合わせて計8箇所に及んでいたのでした。生物の研究となると雌雄の別は極めて重要なはずですが、国内のトンボ研究者約400人からなる日本トンボ学会のある関係者によれば、論文発表後に正誤評がつけられること自体は決してないことではありません。筆者は執筆の段階でミスを極力なくすよう念には念を入れて論文を出すわけですが、固有名詞の取り違いやスペルミスは大なり小なり起こりえます。その時いつまでも間違ったまま残ってしまうことは学術的にも問題があるため、正誤評が必要となるのですと説明しました。国立科学博物館の研究報告は掲載に至るまでに専門家による査読を経る必要があります。関係者はさらに続けて、これによるチェックも限界があります。例えば日付や観察場所のデータなど当人でなければ知り得ないことが多い。正誤評は基本的に論文著者が誤りに気づいて作成し、掲載誌の編集者に提出します。また専門家や掲載誌の編集者など第三者から誤りがありますといった指摘を受けて作成するケースもある。ミスはないに越したことはありませんが、一般的に昆虫の学名などは分類体系の変更に伴って変わっていくこともあるのでと話しました。学術論文においては深刻な誤りが疑われる場合、
掲載誌側から懸念表明が示されることがあり、最悪の場合は撤回へと追い込まれてしまうこともあるといいます。一方で今回のような正誤評はそもそも論文の根幹が揺らぐものではないといいます。しかしこのようにミスは起こりうるという声がある一方で、ある別の関係者は厳しい声を上げています。一つ一つはうっかりミスではあるものの、訂正が8箇所とは驚きました。これは筆頭著者だけでなく共著者も含めた全員の責任だと言えます。また査読がなされたのだとすればチェックが甘かったと言わざるを得ませんと話しました。国立科学博物館の研究報告 A 類動物学は年に4回刊行されており、この論文が掲載されたのは昨年11月です。それ以降は今年2月5月に刊行がなされていますが、今回の論文における正誤評が掲載されたのは8月の刊行号でした。公室ジャーナリストは著者が誤りを見つけ確認するまでにはまとまった時間を要したのでしょうが、正誤評が出された日はちょうど京都での昆虫学会議が開催される3日前、これに影響が出ないよう滑り込みで訂正がなされた格好ですと話しました。さらに続けて、悠仁さまにはおととしコンクールで入賞した作文の無断引用が発覚するという苦い記憶がおありです。当時紀子さまのお嘆きはただならぬものがあり、不手際を見逃した側近へのご指導も苛烈を極めました。今回もまた当の論文筆者や科博の抱える事情とは別に、国際学会という晴れ舞台の前に疑わしき点は何としても一掃しておかなければといった紀子さまのご懸念も少なからず作用していたと見られますと話し、抜かりなく手はずを整えられたということがわかります。共著者である飯島氏に訂正の経緯について聞くと、私の一存ではお答えできませんと繰り返しながらも、正誤評は刊行物が出されるタイミングに合わせて掲載されたというだけですと話していました。一方で宮内庁によれば正誤評が掲載されていることは承知していますが、その経緯などについては国立科学博物館にお尋ねいただくようお願いしますと国立科学博物館に委ねていると話されました。そこで国立科学博物館に尋ねると、論文発表後外部から学名の誤りなどについて指摘があり、改めて著者らで精査したところ細部にいくつかの誤りがあったため、訂正箇所について点検検討を行い、著者ら全員の責任で正誤表を作成しました。研究 A 類は定期刊行物のため、その編集のための会議の日程調整や作業などにより数ヶ月の時間を要しましたと国立科学博物館の広報部は説明しています。ともあれ、瑕疵が取り除かれた論文は悠仁さまの受験において無上の威力を発揮するに相違ないです。象徴天皇制に詳しい静岡福祉大学の小田部雄二名誉教授によると、今回の正誤表が出されたタイミングは結果として東大推薦入試の願書提出にも間に合った形となりました。推薦入試への実績作りは整ったのかもしれませんが、これにはご両親の力が働いているのは明らかです。第一、高名な学者を共同研究者にして科博の刊行物に論文を発表するなど、一般の高校生には到底できません。悠仁さまご自身のお気持ちとは別に、そうしたレールをご両親が敷いてしまわれたのですと、ご両親が敷いたレールによるものであると話しました。進路はすでにセッティングされていたということでしょうか。東京大学への進学は悠仁さまが幼稚園に通われていた頃から紀子さまが戦略的に進められていると報じられてきました。そして現在、悠仁さまは東大の推薦入試を受験され農学部に進まれるのではないかという憶測が広まっています。悠仁さまはお茶の水女子大学附属中学の3年生当時、附属高校は女子校のため別の高校を受験される必要がありました。天皇陛下や秋篠宮さまは幼稚園から学習院に通い、そのままエスカレーター式に大学を卒業されているため、
悠仁さまがお茶の水女子大学附属中学に通われた時点で、戦後皇室の伝統とは異なっていたのです。マスコミが進学先の可能性があると報じたのは、筑富と私立の東京農業大学第一高校の2校、特に筑富は2017年お茶の水女子大と提携校進学制度を結んだことで話題になりました。新しい制度を使えば入試を受験しなくても筑富に進めるからです。運用実態に不明な点が少なくないため、悠仁さまを筑富に入れるための制度ではないのかと報じたメディアもありました。また筑富は2021年の9月から大規模な改修工事を行ったのですが、これを悠仁さまが入学されるからではないかと女性セブンが記事にしていますと担当記者は語りました。そのマスコミ報道の通り、悠仁さまは筑波大学附属高校に進まれたのです。こうした経緯が東大推薦入試説の憶測が広まった理由の一つだと考えられています。悠仁さまが推薦入試で東大に進まれる可能性をある皇室ジャーナリストが指摘しています。仮に東大を一般入試で受けて失敗した場合、大きな挫折体験となってしまう。合格しても将来の天皇陛下のため、少なくとも一般の受験生が一人は不合格になったことになる。悠仁さまのせいでと受け止められる恐れがある。さらに東大教授が匿名で取材に応じ、悠仁さまの入学は大歓迎と言い、必要ならば講義だでも何でもご用意して入学に備えると明かしています。一般入試で合格となっても不合格であっても問題が指摘されるし、推薦入試は不透明な部分を懸念されているのはご承知の通りでしょう。このように指摘があるように、実際に悠仁さまの学校でのご様子から東大ご進学説に首をかしげる筑富関係者は少なくないと言います。ある関係者は、悠仁さまは英語と数学を苦手とされていて、その2教科に関しては教科書レベルの質問を受けても戸惑われることもあるとか。筑富では3年生にもなると授業中に受験勉強のために塾の参考書の問題を解くなど内職する生徒が多いのですが、悠仁さまは授業中内職もせずにひっそりとされているそうです。また東大の学校推薦型選抜は数学オリンピック出場などの実績を持っている高校生が多く、過去に筑富からその制度を利用して進んだ生徒もいました。在学中から同級生に天才だと言われた子がほとんどです。筑富のテストは基本的に難易度が高く、毎年留年してしまう生徒も数人はいます。悠仁さまは進級しているので勉強をおろそかにされているわけではないのでしょうが、東大に進まれる可能性は高くないように感じますと話しています。どの大学に進まれるにせよ、あと半年ほどで高校を卒業されて皇族として新たな地平に立たれるでしょう。ここまで悠仁さまの論文ミスの件や高校生活、大学受験について話してきました。来年の春、悠仁さまはどのような大学生になられているのか注目が高まります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。